イギリスの通信大手、ボーダホンのドイツ法人は、2月12日、イギリス放送通信庁が、中共メディア CGTN の放送免許を取り消したため、CGTN のドイツでの放送を停止すると発表しました。ドイツのノルトライン・ベストファーレン州、ドイツ監視管理当局のスポークスマンは、中国の CGTN は、もはや有効な放送免許がないと述べました。国境を越えるテレビジョンに関する欧州協約によると、 テレビ局は加盟国のいずれかが放送免許を取得していると、他のすべての加盟国で放送権利を有します。CGTN のドイツでのこれまでの放送許可は、イギリスの免許に基づいたものなので、イギリスでの免許停止に伴い、ドイツでの CGTN の番組放送も直ちに停止されました。このことはヨーロッパ全域で CGTN の番組放送が停止される可能性があることを意味します。 2月4日、イギリス放送通信庁は CGTN の放送免許を取り消しました。その理由について、イギリス放送通信庁は、公平性と正確性に関する苦情の調査結果で、CGTN の営業許可の持ち主は、スターチャイナメディアだが、CGTN の番組編集権はなく、CGTN は中共に支配されていると判断したと述べました。中共国家ラジオテレビ総局は2月12日、 免許取り消しへの報復措置として、中国と香港での BBC の番組放送を禁止しました。欧州連合 EU は13日声明を発表し、BBC 国際放送の禁止を解除するよう中共当局に呼びかけました。EU は中共のこの行動は、中国における情報伝達と言論の自由をさらに制限しているとし、中国の憲法と世界人権宣言に違反していると指摘しました。 EU は声明の中で BBC の香港での放送禁止は香港の権利と自由をさらに侵食することになると示しました。NTD ジャパンがお伝えしました。